ちょっと奥さんが急に体調不良になったので、まあ、ちょっとスーパーに、まあ、ちょっといるもの買い出し行くついでに、ちょっと晩ご飯も急遽あのマクドナルドにしようかなと思って買いに行きます。なんかしんどいんだけど、マクドナルドなら食えるということで、あのちょっとよくわからないんですが、あの買っていきます。あの女性の方ね、よく体調不良、まあいろいろあってなると思うんですけど、まあ我が家では、まあ、何かあれば率先して僕が動くようにしているので、あの車ないですけど愛車のチャリンコでどこまでも行きますので、なのですぐちょっと買ってきます。とりあえずマクドナルド買ったんで急いで戻ります。待っててくれよ、今行くからな。奥さんのためにマクドナルド買ってきました。なんか体調悪いらしいんですけど、食欲はあるみたいなんで、これがダブルチーズバーガー、これ僕が食べます。で、ナゲット、これは僕が食べます。で、これがヤッキー、これは奥さんが食べます。はい、どうぞで、これがチキンクリスプ、これ僕食べます。で、最後が江口、これを奥さんにあげます。はい、どうぞ。以上、お使い終了です。この炭酸とコーラを買ってきて乾杯といきましょう。いただきます。大丈夫、体調、美味しい最高、乾杯、はい、乾杯。やっぱりね、女性は体調不良になりやすいんでね、あのもしね何かあればすぐね男が動いて助けてあげた方がいいかなと思います。一応マクドナルドの他に、一応ねしんどい時に必要なものちょっと買ってきたんで、まあ、それちょっと映さないですけど、 OK、 ありがとう感謝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 、こんなにできる夫はいないちょっとね、僕もダブルチーズバーガー、うん、美味しい。やっぱしんどい時はマクドナルドやな何かあればすぐすっ飛んでいけるようになしてますんで、うん、家事なんかもな、うん、全部やりますんで、いいよ。おいしい。たまらんね。なんか晩に食うマクドナルドは余計に、なんやろ、昼に食うもんや。それを夜に食ってるっていう、なんかそれがたまらんくて、美味しそうやな我が家のごちそうや、うん、マクドナルドは、うん、美味しい、幸せ。食べたらすぐ寝るの、寝転ぶ、寝転んでちょっと休憩。
無理じゃねえからな。うん。一日中寝れた。体調不良でな。動かれへんこととか。まあ、たまにあるやん。うん。そこでやっぱどうな、男、女性としては、気持ち分かってほしいみたいな。まあ、あるよね。あるよな、そうやな。そういう時になんか、あれこれ生徒やったら、イラーってくるやん。うん。言われたことないし。我が家は、そういうこと言ったことないですけど、うん、そういう人も、もしいたらね、ちょっと、気遣ってあげてみてください。普段頑張ってくれてるんで。いい子食べた。早いね。ナゲット。ナゲットって形が何個があって、あ、これですね。この、しゃくれ。しゃくれチキン。これ、僕が一番これが好きなんですけど。丸。あと、まん丸。3種類。丸と、長方形というか、細長いのと、さっきのしゃくれ。しゃくれチキン。これがね、これの、このしゃくれの部分を、こう、ソースにつけるのが、一番美味しい。うん、おいしい。元気出てきた？うん。食べたら元気出るか。おいしい。よかったよかった。2個も食べれたら大丈夫な。うん、美味しい。ああ、うめ。皆さんも、女性が、奥さんが、もししんどいということあれば、ちょっとね、助けてあげて、あの、めんどくさがらないで、面倒見て、あげて、助け合ってください。こちらもね、しんどくなった奥さんに、助けてもらうこと、たくさんあると思うので、助け合いながら生きていきましょう。それでは今日の動画は、以上になります。見ていただいてありがとうございました。さよなら。